皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか？本日ご紹介するのは2つありますが、まず1つ目、こちらですね。ドン。ということで、本日メインでご紹介するのは、かなり前に一度紹介したんですけれども、ドッジさんから出ています T30 Pro になります。そして今回の企画、なんで前とね同じやつ紹介するのかっていうと、初めての企画になるんですが、このドッジさんから出ているドッジ T30 Pro とですね、こちらドン、ちょっともう画面に収まりきらない大きさなんですが、こちらね初めて扱うんですけれども、こちらの方はテクラスト T65MAX というタブレットになってます。こちらも。で、こちらも Android タブレットですね。T30 Pro の方も。この二つをいろいろな方面から比較していこうという面白い動画になっています。それではね、早速見ていきましょう。カメラがね、なかなか小さいので、一個ずつ動画で見せていって比較していくという流れになりますんで、そこはご了承ください。それではですね、一度開封したことあるんですが、こちらドッジさんの T30 Pro、 こちらからまずは開封していきます。では開けていきます。ドスン。ということで、まずは厚紙があって、ボンということで、メインのタブレットが見えていますね。そして流行る気持ちを抑えて、はい、下のこの感じですね。オプションがT30 Pro はね、オプションがめっちゃ多いんですよね。この、まあ、性能的にはね、正直少し厳しい面はあるんですが、このようなですね、タブレットで使えるペンがついてるんですよね。こんな感じ。これね、初めね、取って使うんや思ったら、これこのまま使うんですよ。こういう感じでね。これまた後でお見せしますけれども、このようなタブレット用のペンがついています。そしてユーザーマニュアル。で、これがワランティーカードということで、保証書ですね。そして、SIM ピン。で、よいしょ。充電用のアダプターですね。日本のロックに対応しています。そして、こちらが充電用のケーブルの USB-C2C になっています。言うて、Android タブレットなんで、使い方っていうよりも、どこにどういうものがあるかっていう説明だけがメインになると思うんですが、日本語の、マニュアルの中に日本語も入っています。これが全ての付属品ですね。それでは次は、このテクラストさんの T65MAX の方を開封していこうと思います。ここすごいね。匠心って書いてますね。中国でもこの辺は同じ意味なのかな？でかいねー！ということで、まずは大きさは違うんだけどね。これはまた後で言うていきます。で、本体の下に、ちゃんと本体がぶれないように、このような。干渉材がついてます。そして、付属品が、ここに集約されているのかな？それとも二段構えなのかな？こちらが充電用のアダプターですね。テクラストと書いてあります。で、日本のちゃんとロックに対応の穴もあります。そして、ケーブルが USB-C2C。一緒だね、ここら辺も。で、ここに SIM ピンがあります。これはワランティールールということなんで、保証カードですね、になってると。で、テクラスト T65MAX の方にも日本語の説明はちゃんとあります。なので、このように比べるとドッジ T30 Pro の方がペンがついてるので、少しポイントは高いですよね。ただし、初めにも言った通り、性能的にははっきり言って絵を描けるとは言い切れないものなんですけれども、オプションの豊富さで言うと T30 Pro の方がちょっとお目に入ってるよという感じになってます。さあ、それではまずはですね、ドッジさんの T30 Pro の方を開封していきます。ケースがなんと白になってますね。前は確かグレーかブラックやったと思うんだけど、綺麗だね。で、横もクリアだ。これすごいライト感あって、これ女性にはいいですね。ケース付き、これ助かるよね、いつも言ってるけれどもね。で、背面の方はこんな感じになっています。ちょっとシリアル番号は保証の関係で隠させてもらっております。まあ、ほとんどクリアだね。少しだけスリーンやってるけれども、とてもライトな感覚で。これいいね、ホワイトもね。まあ、ただし汚れは当然目立つと思うよ。
うん。ただケースっていうのは本体を守るためのもんなんで、ケース汚れることも考えたら、もうケースの上にケースつけなあかんから、ただしまあ汚れは目立つでしょうね。で、開けるとこんな感じ。これがいいのよね。もう保護シール貼ってくれてるっていうね。これむちゃくちゃ助かるよね。もうこれ剥がすだけ。剥がしますよ、ペロッと。ちょっと初めの保護シール取りにくいんで、カッターうまいこと使ってピュッと上げてください。こんな感じで、青いシートがついています。かなりね、厚紙なので、このシールではうまいこと取れないんで、おすすめです。なので、ドジ T30 Pro の方は、保護ケースもちゃんと専用のものがついてる。そして保護シールも初めからついている。これはポイントが非常に高いっすよね。これはいいよね。アップルとか、例えば有名な、そうだね、ギャラクシーとか、あの辺の有名どころであれば日本でも対応のケースとか、保護シールっていうのは販売しているんだけれども、中華のまあそこまで、まあ僕たちは知ってても、備えに世界的に有名じゃないよねっていうもの専用のものはないので、やはり事前に保護シール、ケースが付いてるのは助かりますね。さあ、それでは、初となるテクラストさんの方のテクラスト T65MAX はどうなんだろうか。あ、これは直か。直、あ、でも保護シール付いてるわ。これは嬉しいね。でも、でかいなぁ。こう見たらね。すごいっすね。こんな感じになってます。ものすごい薄いわ。すごいね。で、裏面はこんな感じで、シールが貼ってありますが、このシールの上にシリアル番号が書いてありますので、もう今回は外さず、このまで検証させてもらおうかなと思います。一応ちょっとめくるとですね、こんな感じの、iPad みたいな感じになってるけど、触った感じは多分プラだと思うね。アルミかな、最近この辺わかんないね。これザラッとした質感のものになってます。ここに直接シリアル貼ればいいのにね、こういう風なフィルムの上にシリアル貼ってるからね、このままでレビューしていこうかなと思います。で、カメラは相当でかいですよ。こんな感じで、飛び出しは、うん、本体から飛び出してるね、だいぶ。だからこの辺は気をつけないといけないね。で、こちらの方も前の保護シールは外していきます。綺麗に貼られてますね。いや、すごい大きさ。で、平等に評価するために、ドッジ T30 Pro の方もケースから出しました。こんな感じ。テクスチャーが2つになっていて、こっちは、プラかな？でもこれも、サラッとしてるんですが、こっちがザラッとした感覚で、2つのテクスチャーで少しおしゃれにしてありますね。で、色がシルバーなんだけども、少しだけブルーが入ってるかなっていう感じのやつですね。もう大きさが違うので、面積を比べても仕方ないので、そのままにしますけれども、分厚さで言うとこういう感じ。もうほぼ一緒だよね。ちょっと測ってみようか。T30 Pro の方が、ノーマルのところで、8.7。で、カメラも合わせると、カメラの飛び出し合わせると 9.6 です。で、テクラスト T65MAX はノーマルのところが 8.2。で、カメラ入れると 9.9。ちょっとだけやっぱこっちの方が飛び出しは感じますね。実際、目視で見てもね。で、もう大きさがそもそも違うので、重さを測っても仕方ないので、重さはあえて測りませんが、こんな感じで大きさは違うと。わかりやすいね。一応まあ、後でまたスペック言いますけれども、T30 Pro の方が11インチになってます。で、テクラスト T65MAX の方が13インチなので、2インチでこんだけ変わるんだね。特にテクラストのは横にドンと長いから、こう同じ対比じゃなくてこっちはより大きくなってますね。こういう感じ。で、スイッチ関係の違いなんか見ていくと、まあこのフロントカメラが上に来てるので、これをお互い上として見ていきましょうか。では上部、ドンということで、ドジ T30 Pro の方はフロントカメラ上に対して電源ボタンと音量ボタンがあります。一緒だね。テクラスト T65MAX の方も同じ。ただし右と左それぞれ違うよっていうことですね。で、本体に対して左側、お互いスピーカー2つありますね。で、右側、こちらのスピーカー2つで USB-C も一緒。すごいね。 SIM ピンの
SIM の穴スロットも一緒だ。右側。この辺統一されてんのかな、あると、ある意味ね。で、下側には、こちら、ドジ T30 Pro の方が、この前も言った独特のこの4極のなんか充電できるようなんですよね、これ。これがついてますけれども、T65MAX のにはないですよ、という感じになってます。それでは、これを持って、ドジ T30 Pro の方はケースに戻しますね。で、2つとも SIM スロット出してみました。こっちがドジの T30 Pro の方の SIM スロット。で、こっちがテクラスト T65MAX のSIM スロット。まあ一緒だよね。こっちの方がシルバー。テクラストの方が。ドジの方が T30 の方が、プロの方が黒。こういう違いです。ちなみに T30 プロのケースなんですが、シリコン製になっていて、とってもね、柔らかいんですよ。で、こうグッと簡単に伸びるので、取り外し、取り付け、すごくね、楽です。スッと入れるでしょ、ここ。で、これで終わり。結構硬いやつあるんだけれども、当然硬いやつは硬いやつで堅牢なんだけれども、さっと取り外せんの便利だよね。こんな感じでケースになります。だからちょっと取れやすいってことはないよ。しっかりとこんな感じで守ってくれるからね。そこはご安心ください。それではですね、ドジ T30 Pro とテクラスト T65MAX の外観の比較っていうのはできましたんで、それぞれ電源入れて初期設定をして、画面の明るさとか次見ていってもらおうと思います。では画面飛ばします。中華タブレットっていうのが、初めの起動した後結構いろんな状態があるんですけれども、この2つに関しては初期設定からの画面になってます。ということで、こちらタブレット両方立ち上がりました。で、まずは設定から見てもらおうと思います。明るさの自動調節は両方あります。でですね、こちら、ドジ T30 Pro も、テクラスト T65MAX もですね、仮想メモリーの方を増設できるんですよね。で、こちら T30 Pro の方はメモリー拡張という、もう分かりやすい設定画面のところにありますんで、こちらを押して、このような画面になります。はじめオフになってるので、オンを押して、じゃあどれぐらい拡張させたいのっていうのを自分のスワイプで調整することができます。で、再起動してくださいね、ということなんで、7GB が増設することが可能です。で、こちらのテクラスト T65MAX の方はタブレット情報というところにプラスどれぐらいメモリアップしますかってのありますんで、で、こちらのセットラもエキステンドサイズっていうのがあるので、もう初めから MAX の10になってますが、やめたいよっていう人は0にしてもいいし、もうそのままでいい人は 12GB プラスにしてそのまま利用してください。そして両者ともセキュリティレベルは L1 になっています。 Amazon プライムビデオは同時に表示できないので、それぞれ1個ずつお見せしますが、ドジ T30 Pro の方は、はい、ちゃんと HD 高画質になってますね。Amazon プライムビデオです。で、次、テクラスト T65MAX も、ワイドバイン L1 なんで、HD で高画質で見れてます。それでは、それぞれのタブレットのスペックをお伝えしていこうと思います。まずこちら、ドジ T30 Pro の方ですね。公式にはね、OS が Android 13と記載があるんですが、アプリで調べたところ、Android 14にアップデートされてました。なので、OS は Android 14。チップセットは Helio G99 メディアテックですね。で、内訳が Cortex A76。2.2GHz が2コア。Cortex A55 2.0GHz が 6GB のオクタコア、8コアになってます。GPU が Mali-G57 MC2 で周波数が 950MHz。メモリーは 8GB が内蔵で、仮想で 7GB を追加できて、合計で 15GB になってます。ストレージは 256GB で UFS 2.2 で接続されています。で、MAX 2TB までのマイクロ SD カードが増設することができます。ディスプレイは11インチで、解像度が2560×1600、60Hz の IPS 液晶になってます。カメラはメインが20MP、プラスソニーカメラがついてます。で、フロントが8MP、バッテリーが 8580mAh になってます。SIM カード関係はデータを見てください。Bluetooth は 5.2、Wi-Fi は 2.4、5G 対応です。そしてテクラスト T65MAX の方ですが、OS は Android 14。そしてチップセットは Dodge T30 Pro と同じなので割愛させてもらいます。メモリーは内蔵が 8GB に仮想が 12GB プラスできて合計 20GB になってます。ストレージは 256GB で UFS 2.2 で接続。マイクロ SD カードの増設は最高 1TB になっています。ディスプレイは13インチで 1900×1200 になってます。で、こちらも IPS 液晶です。で、カメラはメインが 13MP、フロントが 8MP になってます。バッテリーは1万ミリアンペアアワーで、SIM 情報は見てください。
そして Bluetooth は 5.2、Wi-Fi は 2.4 で、Wi-Fi は 2.4G と 5G に対応しています。ということで、で、ディスプレイの大きさはテクラスト T65MAX の方が大きいんですが、なんと解像度の方はこちらのドッジ T30Pro の方が上なんですよね。この辺はちょっと面白いポイントですね。で、カメラなんかもドッジ T30Pro の方が数値だけでいくと上になっているという感じです。で、内蔵メモリーはお互い 8GB なんですが、仮想メモリーの方がテクラスト T65MAX の方が 12GB で上です。でもこれはいつも言う通り仮想の方はですね、もうあまり期待せずに、なんとなくちょっとパワーアップするんだなという感じで思っておいてもらったらええと思います。ただし一応数値的にはテクラスト T65MAX の方が上だよという感じですね。それでは画像の比較を見てもらおうと思います。当然ですが光源の加減とかこのカメラの性質で全てが全てね、完璧にお伝えできない、公平には画像をお伝えできないですが見てもらおうと思います。同じ画像を用意してスライドショーで見ていきます。いかがだったですかね。ちょっと見てもらいましょうか。で、この最後の1個の画像を見てもらってもお分かりと思うんですが、当然ね、どういう風な映像のドライバーを使ってるかっていうので変わってくるんだけれども、やっぱりね、T30Pro の方が簡単に言うと画素密度は濃いんですよね。液晶はちっちゃいんだけれども、こちらの方が解像度が高いので、キメが細やかです。で、色の発色方法っていうのは先ほど言った通りドライバーの違いとか特徴があるんですけれども、かなりコントラストがパンとこっちの方が出ています。で、これは人の好みになるので、こっちのテクラスト T65MAX の方がいいよっていう人もいると思うんだけれども、こっちの方が テクラスト T65MAX の方が色がやはりくすんでちょっと薄いかなっていう感じはします。で、重複しますがきめ細やかさは確実に T30Pro の方が上だね。で、色のコントラストはこっちの方がパリッと陰影が出て、サイドの方も強く出ています。どっちが好きかによりますが、こういう風な違いが出てますね。それでは動画で違い見ていきましょうか。
ということでいかがですかね。やはり画素密度が明らかに高い T30 Pro の方がかなり画面は綺麗に見えますね。ビデオでどんだけ伝わってるかわからないんですけれども、そして先ほどのも当たり前なんですけれども、写真と同様ですね、コントラストがかなり強く出るので T30 Pro の方が綺麗に見えやすいですよね。ただし自然な色味っていうと、じゃあくすんでる方なんだよって言い方になると難しい問題になるんですが、僕の好みではやっぱり T30 Pro の方が画面は綺麗ですね。ただし当たり前やけど、こっちのテクラスト T65 MAX の方が2インチも大きいので迫力はすごくあります。この辺はあとは好みだよね。それではですね、いつも使っている音響さんのアプリを使って音楽の良さですね、見ていこうと思います。3つ YouTube のフリーの音源を用意していますんで、それぞれ順番にかけていこうと思います。音量は両方真ん中に 50% にしてます。で、どちらもこの体勢で置いて、つまり机に音が反響して出てくる音をこの iPhone で拾うという公平なものでやっていこうと思います。順行に音こう変わるようにしますんで、まあ、この辺に何か映像を出して分かるようにします。それではテストやっていきます。ということでいかがだったでしょうか。まず一発目ですぐわかるのが、どっち T30 Pro の方が馬力があります。こっちの方が音の出力のパワーは明らかに強い、なのでのぶとい音が出ます。でもテクラスト T60 MAX の方がやはりちょっとか細いというか、同じ音量にしてても全然音の大きさが違いますよね。こんだけ違うんだなっていうのは驚きました。でも大きいからか小さいからかっていうのは別として、テクラスト T60 MAX の方が少し繊細な音出てるかなっていう気がします。どっち T30 Pro の方は馬力はあるけれども、やはりオーディオの力が強いので、太い音が出る代わりにちょっと雑な感じがするかなっていう気はしますね。この辺は難しいところなんだけれども、個人的には両方こういう風に並べて、そういう風な感じを受けましたんでお伝えしておきます。それでは次は 3D マークテストを走らせていきます。当然同じチップセットなのでね、同じ数値が出るはずです。当然全く一緒はないよ。多少の誤差は出ますから、その辺は仕方ないとして、とりあえず両方同時に走らせていきます。それではスリングショット用意ドン。
ということで、スリングショットのテスト結果が出ました。下の方に他のものも並べておきますので、一緒に参考にしてください。そうだね、特段何か言うことはないけど、ちょっと面白いのが、テクラスと T65MAX の方がそれぞれちゃんと高いんですよ、数値が。オーバーオールスコアも270ポイントぐらい高い。グラフィックススコアも190ポイントぐらい高い。フィジックススコアの方もどれぐらいかな ?90 ポイントぐらいか。高いですね。何か一つでも、ドッジ T30 Pro の方が高いものがあるかな?ないですね。ちゃんと全部少しずつですが、T65MAX の方が高いんですよね。なので、もしかしたら電流量の方が、T65MAX の方がほんの少し高いのかなっていう気がしますね。それでは次はワイルドライフを見ていきます。ということで、ワイルドライフの数値が出ました。面白いですね。なぜかワイルドライフの方はちょっとだけドッジ T30 Pro の方が高いっていう数値が出ましたね。フレームレートの方もこっちの方がちょっとだけ高いね。これは面白いね。こうなってくるとじゃあ、スリングショットの方電流量じゃないのっていう話になってくるから、まあこの辺の数値の面白さですね。よかったらこの辺参考にしてください。それではドッジ T30 Pro とテクラスと T65MAX のカメラとビデオの性能を見ていこうと思います。ということでいかがだったでしょうか。一見ね、写真なんかは同じように見えるんですけれども、拡大してみると少し特徴が出てくる感じがあって、ドッジ T30 Pro の方がシャープがすごく効いてるんですよね。
それでパリッと見せているという感じがします。それに代わってテクラスと T65MAX の方はアップにしてもシャープ感はなくてまろやかな表現になってるんですよ。しかし遠目で見るとそこまで2つの画像ってむちゃくちゃ違う感じはしないんですよね。コントラストとか明度とかも大体同じかなっていう気がします。画素数で言うとドッジ T30 Pro の方が20メガピクセルで7メガピクセル高いんですけれども、そういった点から見るとテクラスと T65MAX のカメラの性能っていうのは悪くないのかなっていう気はしました。そしてビデオの方なんですが、こちらもねそこまで大きな違いはないかなと思うんですが、ドッジ T30 Pro の方が少しだけサイドが強いのかなっていう気はします。どちらも比較的綺麗な動画が撮れますが、やはり中華の安いタブレット特有の手ブレ補正の効きのなさっていうのはこれは共通しているので、こういった格安タブレットとか格安の中華スマホで動画を撮影する場合は台に固定して使用するという感じになるでしょうね。はい、ということでいかがだったでしょうか。見てきていただきましたのはドッジ T30 Pro になります。今回はテクラスと T65MAX との比較動画というなかなか面白い企画やったんですけども、どうだったでしょうか。で、ドッジ T30 Pro の方は現在セール中で日本のアマゾンで 25,179 円で販売中です。ちなみにテクラスと T65MAX の方はセールで 36,900 円なんで、その差が 12,000 円なんですよね。基本的に液晶の大きさが全く違うって言ってもいいほど違うので、その差が 12,000 っていうのはどういうところなんだろうなっていうのは僕は何とも言えないところです。ただし全体的な感覚としてはドッジ T30 Pro の方が安いけれども液晶の質っていうのがとても高いんですよね。これは僕好みだし、やはり綺麗な画面で使いたいよっていう人には 25,179 円で通形解像度で 60Hz で IPS であんだけコントラスト綺麗やったらもうすごい時代だよねっていう本当に脱帽しかないですね。テクラスト T65MAX にも当然液晶大きいし、あの13インチで 36,900 円は非常に企業努力ですが、それぞれ自分の意図に合った感じで買い分けるのがいいんじゃないのかなと思います。何かまあ今回はね、ぶっちゃけて言うと今回はドッジさんの提供でねこういう風な企画をやらせてもらったので、まあ、普通の配信者であればテクラスと T65MAX をケチョンケチョンに言うてドッジ T30 Pro の方がええですよええですよって言うのが筋なのかもしれないけれども、当然画質の違いとかいろんな面でドッジ T30 Pro の方がいいよねっていうのは自然な流れでも見えてきたし、何かテクラスと T65MAX を思いっきり卑下することでドッジ T30 Pro のじゃあブランド力が上がるのって言ったら僕はそうじゃないと思う。普通に比較してドッジ T30 Pro にもいいところはある、テクラスと T65MAX にもいいところはある、それぞれのいいところ悪いところってのがあって、でも画面の大きさって違うよねっていうところでこの価格差ってどうなのってなってくると、まあそれぞれ一長一短なのかなっていう感じで、どちらかを蹴落としてどちらかを上げるっていうのも僕はおかしな話だと思う。でも比較することによってドッジ T30 Pro のやっぱりさっきも言いましたけど画面の綺麗さっていうのはもう明らかやったと思うんですよね。なのでその辺はいい比較でいい企画だったのかなと思います。よかったら参考にしてください。商品のリンクは動画の下の概要欄のところ書いておきますので、そちらからジャンプして買ってみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのことを知ったよーって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。